2> 第2章大ドーム各世界の長所について述べる前にグレートドームとは何かそしてグレートドームというとき何を指しているのかを明確にする必要があるグレートドームとは何か大ドームとは基地の果てとも呼ばれ他のの全ての基地の世界を何らかの形で覆い 包んでいるものである。この週末を見ることができ、触れることができた人はほとんどいない。本当に触れることができるのだろうか。実際、それを横断する実験が何度か行われたと言われているが、不可能だった。 植民地化した多くの文明にとって、それは安民できない恐怖なのだ。外からやってくるいかなる民族も、自分たちが保持し維持している階層ピラミッドの権力を今にも奪ってしまうかもしれないからだ。彼らを恐怖に陥れるもう一つの世界は、天空の地、である。 この神秘的な場所は人間と密接に関係し大きな関わりを持っている。この大ドームの中には178の世界、あるいはサークルアラウンドアスがある。各サークルのドームを貫通するのは容易なことではない。 長い時間をかけて、その技術は完成され、植民地化した種族によって開発された。他の多くの種族は周辺の世界を探検したり、単に未開発の土地を探検したりしてきた。これらのドームを空路で越えることはほとんど不可能であり、別の道を探すことになる。しかし、 大抵の場合は水路で行くことができる。内海と外海をつなぐ通路は、ほとんど細胞内の二つの膜のようなものだ。いつでも通過できるバリアとして機能する。それからずっと後、様々ままなサークルアラウンドで、異なる世界をつなぐポータルが多数発見された。 これらのポータルの操作は非常に大きく、多くの問題が発生した。不安定になり、どこに消えたのかわからないまま消えてしまったり、物質がどこで崩壊したのかわからないまま消えてしまったりした。今日、グレートドーム内の特定の地域をつなぐことのできるポータルを開発中の存在に出会うことはよくあることだ。 私たちは178の世界について語るとき、それは世界と世界の間に存在する独立した土地のことを指しているのではない。それは存在する土地であり、様々な種族が外に出られた時に利用したものである。これらの土地は、世界と世界をつなぐ大きな距離を避けるために存在すると言われている。 世界はそれを調査するために作られたのであり、私たちはみんな何らかの形でその目的地へ向かうのだと熱烈に信じられている。私たちはみんなある意味において自由を求め、他の種族を知り別の目的地へ行けるようになるために旅立つのだ。 自由を求め、他の種族を知り、そしていつの日か、その種族とその種族の間にあるものに行くことができるようになるために。天空の地や、グレートドームの向こう側にあるものを知るために。北欧神話によれば、ユグドラシルは生きた巨大なトネリコの木である。神々はここに集い、 出会い、世界を見守るその生命力あふれる枝から糧を求め、世界を見守る。この中心から放射状に、神々の住まいであり、バルハラの殿堂であるアスガルドを含む9つの領域が存在する。バルハラの殿堂であるアスガルドと、人間の住むミッドガルドである。無名のわしがその枝の上に座っている。 木の根を噛んで木のバランスを崩そうとする邪悪な蛇、ニドホックと常に対立している。神話か、隠された、半分の真実かリベルベリタス。第三章。キーパーたちの土地。 この寄生種族は、第一章で簡単に説明したように、攻撃と防御のための兵器を基本技術としている存在である。この寄生種族は、攻撃と防御のための兵器を基本技術とし、他の地球の発見と植民地化、搾取にその潜在能力のすべてを費やす存在である。彼らの始まりは、はっきりせず、 疑問だらけである。キーパーズという種族は、このグレートドームから来たのではない種族に攻撃されたという説は巨人の間にある。キーパーは、このグレートドームから来たわけでもなく、現地の人々と融合して大きな力を生み出し、それが後にキーパーを生み出したという説がある。 このことは、他の種族がまだ黎明期にあり、自分たちの種族内で生き延びようとしているのに比べて、彼らが大きく発展した理由を説明することになる。 彼らは少なくとも二度、全く異なる二つの種族に敗れているが、彼らは執念深く、基地の世界の果てを探検しようとしたことは確かである。彼らもまた復讐心に燃えており、まだ再挑戦していないとしても、すぐに再挑戦するだろう。キーパーは唯一の種族として、ほとんど知られていない、 天空の地に入ろうとした。この土地は、基地の世界の中でも最も神秘的な場所であり、現在存在する種族のすべて、あるいはほとんどがこの場所を知っているが、そこに侵入しようとする者はほとんどいない。 人類は何らかの形でこれらの土地から来たと言われ、すべての人間が、源、または生命エネルギー、魂とも呼ばれる、思っていると言われている。従って、キーパーと対決するのは人類の宿命であり、何をしようとも、偉大なる対決は避けられない。 すでに証明されていることだが、人類とカストディアンの間の大きな力が巨人やアナキムなどの力を借りて衝突したことがある。この土地では歴史は必ず繰り返される。人類を解放するためのあらゆる機会をフルに活用する。そうでなければ、二度とチャンスは巡ってこないかもしれない。 第4章へ続く